まあね、あのそうやって時間を作って、あのよそ行っていただいたら、より分かりやすいと思います。あのこれは私だけが。あの、これでしょ。いくらぐらい違いました？何万ぼくらい？それどこ？いくらぐらい下がったんですか？値段でさ。2万5000円。え、うちは2万5000円。10% プラスっていうサービスがあったんですよ。はい、で、行ってみたら、もともとの値段だよ。で、10% プラスしたら、いくら？1万5000円ぐらい。ほら、プラスされたとしても全然値段違う。でもまあそうやってね、あの、例えば、うちって、実は、あの、18金日本一高く買い取ってますってことを言って出してるんですけど、要は他にもいろいろリサーチして来ていただけるんですよ。うん、でも、実際に本当に足を運んでいただいて、そうやって、あ、本当にこう、高いんだと。うん、はい。なので、嘘を言ってるわけではないというのを、していただけたらと思います。いやだから、あの、いや、うちの方が高いでしょとか言ってしょうがないじゃないですか。だけど、きついもらった方が、だけど、それこそ本当に天地に行ってくださって、だけど、午前中来て、もう、あの、まあ、どうせ天地で買い物とかされたんですよね。まだこう、帰りに来てもらえると思う。なので、別に私は、来るもの、拒まず、去るものはって言って。いや、ただね、うちを見つけて来てくださる人っていうのは、それだけちゃんと、まあ、最初は検索力が悪いので、要は、実際に足を運んできて、ということで、うちと取引してらっしゃる方は損を絶対させてないという私は自負があるので、はい。こんな格好から自信満々な顔してる。でね、結局ね、なんでこれが実現できるかというと、広告費を抑えてるんですよ。無駄な広告。だから、要するに何をご覧になられて来ていただけましたかとか言うので、あの、要するに死んでる広告をこうずっと洗い出してるんですよね。で、いらない広告、お金のかかるいらない広告、もう本当死んでる広告とか、よく禁止な広告。とにかくどんどん洗い出して、そして、あの、なんてネットでやり取りさせていただくのとか、ずっとブログで、これ、ただの実は労力だけなんですよ。だって、店でいくらで出しますとか、こんなのって別に店の中でやってたことですよね。でさ、それを外に出す、ネットに出すだけなんで、比べられやすくなかったから仕事がしづらくなったっていう人もいるかもしれませんけど、逆に言えば、私は常に、うちのこう商売の親戚園長そうなんですけど、商売の人って、要するに、今高く、その時流で一番高く評価してきたものを常に高く評価してきたやり方をしてきたんですよ。それは、逆に言えば分かりやすくなったんですよ。外に出せるようになったんです。だから私からしてみれば、その不景気だとかなとかじゃなくて、仕事がしやすくなったと思ってるんですよ。うん。だから、商売してある人で、景気が悪いっていうのを、その、今うまくいってないのをせいにしてらっしゃる人っていうのは、実は努力ができないんです。私から言わせたらいいです。ということで、はい。じゃあ、すいません。この一枠の中、ご記入お願いします。でも、あの、実際、あの、回っていただければね、回っていただけますね。着物ってある。あ、ありがとうございます。趣味なんです。でも、着物の評価って高くないんですよ、今。着る方が少ないからですね。だから、私は。着物いっぱいあるんだけど。で、そうですね、評価が低いんですよ。で、これが私が好きだからって言って、その私の好きっていう評価じゃないんですよ。あくまでも、その、いわゆる市場の評価なので。着物に関してはもう今はちょっと。だって逆に今、買う方にはいい時期ですよ。あの、要は、昔だったら20万ぐらいしよったものが9、あの、10万切って9万8000ぐらいで買える。トッピングですよ。100万ぐらいの反物がそんな値段なんですよ。で、それから皮切りに、大島の横章とか、普通の証券の着物と同じぐらいの扱いなんですよ。そうですね。月のものまでの大島の。あの、男性ものはですね、要は、おはしょりがないでしょ。つまり、その身長の人しか合わんもんやから、要は、いわゆる、応用力がないんですよ。着物の男物の着物の。だから、やっぱり、着物を所蔵されるのには、ちょっと今、10年くらい前とも全然話が違う。前の方が高かったんですよ、ね。まだ着られる方がいらっしゃる。書類の感じをコピーを取らせていただきますね。はい、じゃあ、私どもは、一番最初はそのネットの情報で、どんな検索で気がつかれました？うちのサイト。何々の最初。ネットサービスで、金の、まず、値段を調べようと思って、
金で、金で、金かか。みたいな感じで入れてて、ずっと。そしたら、日本一。日本一で言葉にもする。なんこの人みたいな。もう何この人みたいな。なんかある意味、ある意味そういう、こう、なんかこう、え？え？ってこう、だから、つかみな言葉ってやっぱ必要だと思うんですよ。で、せっかくアップしたら日本一だから。で、よーく調べていただくと、2、3円高く出すところとかもあるんですよ。うん。あの、日によっては。あで、まあ実際はその結構、あとはそこに足を運んだ交通費とか、なく考えたら、うんっていうことで、あの、うちよりも2、3円高く、あの、いうところはあるそうです。あの、要するに、うちより高い時教えてくださいって私は書いてるから。あの、どこどこは2、3円高くですよって言われて、大分と、なんか、この2、3件たまーになんかこう、競合してるとこあるんですけど、でも、2、3円の差やったら、大分に行くとやったら、こっちが来たらこっち来るかな、みたいな、なんか、そのぐらいの感じで、まあ、張り合ってるお店が数店はある。でも、それでも普通ちょっと安くいうところとは全然話は違うな。それは、私もそう思います。で、あの、金額だけをね、ずらずらずらとなんかね、書いてあるんですけど、でもそういう意味ではリサーチをしてこう持ってこられたお客さんいらっしゃったんですけど、ね、それも、要は、そこから手数料引きますとか、なんかとか、そういうからくりまで見て課金じゃれんかったとか、ただ、ポッと表に出た数字だけは並べて持ってきちゃったお客さんいらっしゃる。でも、それ、あともう、ちょっともう、もう一歩調べていただいたら、それは、あの、私よりももう法外な値段つけてあるとこあったので、ただ、成り立つわけがないんですよ。それは。だって2、3円とか言うのはわかるなと思うんですけど、何百円から違うとかって、それはもう、嘘やけど、そこからもう、手数料がそういう日で結局、低いっていうパターンですから、それはもうないからですね。正しい検索力で、あの、見ていただくと、2万5千円ですね。ということで、これが売り渡しになりますね。はい、2万5千円って書いていただきまして、ご住所、ご職業の生年月日になります。はい、本当にこの、もうデザインが、あの前の古い頃はね、なかることもないでしょうから、ね、もう売られてもう一本あるんですよね。あの、ご処分されるのは最後の最後にしてくださいね。やっぱこれ財産なんですよ、そう。ね、あれなんで。処分は最後の最後。なんか、流行りでパーって売ってしまうのがいいわけではない。特にもほら、こういうデザインがあのもう、ね、古くて、しそうにないっていうのだったらあれと思いますけど。なんかね、テレビとかで話してたら、なんか売らない監督かなって気持ちに、ね、なりますけど、それこそ別に。はい。すみません。あの、左手の人の人で書くで結構です。ありがとうございます。じゃこれ、初回だけこうやっていただいておきましたら、次回はもうお名前言っていただくだけでさっさとわかります。はい。初回だけすいません。ちょっと、あの、書類の保管中、コピーを取らせていただきますので。はい。じゃもうしばらくお待ちくださいので。どうぞどうぞ、はい。もう一度取ってください。ダイヤとかも大丈夫？はい、もちろんです。はい、であのダイヤの場合はそれこそお店によって評価が変わるものだと思います。僕ら見方によって、はい、それこそ評価が変わります。はい、でもそれでも何万とか差じゃないですよ。2、3点の差とかはあると思います。であの 0.3 キャラ以下は私はそんなに特に高く査定するわけじゃないので、はい、0.3 キャラ以下はものすごく力入れられるところにはうちは負けると思います。あはい、それはもうはっきり。あの例えば、私が2万円っていうところが、嘘が2万5千円っていうところがあるかもしれませんね、とかいうのは実際あります。なので、現物を見させていただいて、はい、あのできる限り評価を。
そういうポイントカードになります。はい、あの売っていただいたり、預けていただいたりするときに、ポイントが貯まりまして、無期限で貯めていただきまして、500ポイントになりましたら、お買い物の方で500円見ることができます。はい。はい、また何かありましたら、はい。ありがとうございます。お待たせいたしました。